どうも、よろしくお願いします。カリユさんもチャッパリミネーションはい、そうです。よろしくお願いします。今日はゲストにカリユさんを迎えて一緒に近い記念でやっていきましょう。いや、楽しいですね。はい、楽しいです。せーの、土日か。土日かやれレッツゴー。知らない。お願いします。なんで、え、なに、なに前回です。南郷十八丁目。南郷十八丁目。なんかそこら辺にある？雪虫が。そう、たくさん虫がすごいです。あ、そうなんですか。虫がもう。あ、虫？ここずっと全部虫です。そうなんだ。歩いている間に土日課の説明してください。まあ、土日課は札幌市内の地下鉄沿線を巡ってスポットを開拓する企画です。それを通称土日課と言います。お、今南郷十八丁目だったっけ？南郷十八丁目です。うん。でもなかなかスポットがないです。なので、まあ、前回雪虫だらけだった禁断のスポットに今から向かってどうなるかを試してみたいと思います。じゃあ行きましょう。ヨスケがスティックしてた。マジだ、うん、やべえ。うわおー、土を戻して、いや、なんか次の駅に行ってもいいかなって感じがした。我々環境に優しいトレーサーなんで。そうですね、こういう風にやろうか。ちゃんと根っこを入れて、そう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 、寒くなっちゃいますからね。そうですね、かわいそうだから。かわいそうなんで。いや、花ですよ。おばあちゃんが花って言ってたんで、はい、花生えてるって言ってた。でももう秋だからこれから生えることない。そうそうそう。じゃあ最後にこの間を、ああ、ここ最後ここでここの360を普通マジで、え、本当本当にやるんですか。フィークできねえよナイスナイス180度はできたんだけど360度はちょっときついです。これでいいですか。ナイス、オッケーです。はい、はい、では、はい、はい、じゃあくじを引きます。ではゲストのカリーさん、はい、お願いします。お願いします。西鈴木トレやってください。うわー、センター前。うわまずいですか。これはしんどいですね。行ったことがあって、チャリで行ける県内っていうその渋さ。まあ一応行ってみましょう。行きましょう。みんなの自己紹介まだしてないので、さあ早速木並さん、一回会ったことがありますので。どうも、お久しぶりです。僕は木並と言います。男の人に痴漢をされたことが2回あります。ヨスケ、はい、自己紹介を。あ、どうぞ。あ、自己紹介です。何でもいいですよ。食べることが好きです。あと甘いものが好きです。ああ、あとダッシュボルトが好きです。ああ、ダッシュボルトね。はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。そうです。この間、カリジさんと一回一緒に動いたときに、ちょっとかっこ悪い声がして、手が、いやいや、ああ、まだ、大丈夫なの？
あ、ちょっと晴れてるね。ちょっと晴れてる。ああ、じゃあちょっと今日無理しないように。ああ、はい。じゃあお願いします。こんにちは。SPK 4年目の富樫です。まだね、パルクールはそんなに上手いほどはないんですけど、やっぱこうやってたくさん上手い人たちが SPK にはいるんで、この人たちとね、一緒に練習していきたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ああ、ストップです。バイヤー。え、まあまあ、そっち行きましょう。最後は大吾さんですね。おっしゃるな。SPK の大吾です。パルクール好きなんで、皆さん一緒に練習しましょう。ナイス。まだいいよ。ナイス。木があるやん。昼ご飯に行きます。昼ご飯行きましょう。昼ご飯行きましょう。何が食べる？